キッショキッショキッショキッキッショキッキッショキーン。どうも、ドクター森野です。それではですね、今日はアンビシャス東岩槻こちらの価格と間取り、そしてモデルルーム訪問についてご紹介したいと思います。今回ご紹介するアンビシャス東岩槻と、まず物件概要からのご紹介なんですけれども、事業主は伊勢原建物、売り主はアンビシャス、設計はソシアル総合設計で施工は吉原組、価格は2980万円から4000万円、占有面積は 56.58 平米から 67.84 平米の間取りとなっています。倉庫数はですね48戸で、規模としては7階建て、交通面では東武野田線の、東武アーバンパークラインとも呼びますけれども、こちらの東岩槻、こちらの駅から徒歩1分です。めちゃくちゃですね、駅から近い物件です。しかも大きな通りを渡らずにエントランスまでたどり着けますので、非常にですね、安全の上でも、有利な点のある物件となっています。所在地は埼玉県埼玉市岩槻区東岩槻4丁目3番地4、竣工予定は2019年の1月25日ですから、もう物件ができてですね、もうほぼほぼ約1年ということになります。駐車場は7台ありまして、こちら利用料金は月額9000円と1万円、ただですね、後に出てきますけれども、こちらすでに埋まっておりますので、現在からご入居を考える方にとってはですね、外部の駐車場で探していただくことになります。バイク置き場は8台ありまして、こちらは1000円、自転車置き場は72台ありまして、こちらは月額200円と300円、管理費については月額8600円から1万300円で、修繕積立金は3400円から4100円となっております。詳しい物件の地図につきましては、マンションマニアさんのブログの方をご確認ください。こちらですね、東武アーバンパークラインの東岩槻と、岩槻駅からもうちょっとこう東側に一駅寄ったところですね、こちらから信号なしのフラットアプローチで徒歩1分、南口もロータリーがしっかりとある中で徒歩1分の表記というのは素晴らしいですね。東岩槻の駅前にはですね、スーパーマーケットが正直ですねないために、帰宅ついでに買い物もというわけにはいきませんけれども、岩槻駅までサクッと出ていただくことができますし、車で移動する方もですね多いエリアですので、そこは気にしない方が多いのではないでしょうか。それ以上にですね、駅前でありながらも大通りに面するということなく、住宅街で交通量の少ない道にしっかりと接続していますから、これは大きな魅力となっています。外観のデザインに関しましては大きな特徴というのはですねないんですが、バルコニー手すりはガラス手すり、側面タイルは、貼られている部分はタイルの色味をですね変えまして、デザイン性を出すなど接続していて目立つなりの気遣いというのはなされています。エントランスアプローチは接続面の植栽の中央部分となるため見栄えはいいですし、エントランスホールは一層ではあるんですが、壁面にですね色の異なる大判の、タイルと間接照明を設けるなどこだわりが見られています。ただメールコーナーに関してはですね、これは宅配ボックスも含むんですけれども、投函する側と、受け取る側、これが分離されていないという点はちょっと賃貸マンションのようで、その点はやや残念でありました。それでは価格と間取りの一部を共有していきましょう。男性向きですね、 A タイプ 3LDK 72.1平米、やっぱこう皆さんもいろいろ中古も含めてですねマンションをご覧になるかもしれませんけれども、やっぱこう70平米を切る 3LDK の間取りも多い中で、70平米を超えてきますと、なんとなく相対的にこう広いなという印象を持つ方も多いかもしれません。ではこちら2階がですね3700万円で、坪単価としては169万円。続きまして B1 タイプですね、 3LDK になりますが、こちらはちょっと狭めの 61.8 平米ですね。こちら3階が3330万円で、坪単価は178万円。続きまして C タイプ 3LDK 62.65 平米。ちょっと冒頭でですね、70平米を超えるとってこう、言った矢先に60平米台の 3LDK が連発という、ちょっとすいません、おかしな論調になってしまいましたけれども、気にせずですね、聞いていただけたら、見ていただけたらと思います。2階がですね、3120万円で、坪単価は164万円。
続きまして、愛の1というタイプですね。3LDK。少しずつ増えてきましたよ。65.92 平米。5階がですね、3640万円で、坪単価は182万円です。続きまして、KR タイプ。3LDK。66.77 平米。こちら、ルーフバルコニーも付いている間取りですね。こちら、6階が4050万円で、坪単価は、ちょっきり200万円。続きまして、南東向き。D タイプですね。3LDK、67.81 平米のお部屋。1階がですね、3680万円で、坪単価は179万円。5階が3860万円で、坪単価は188万円です。続きまして、EG タイプ。1LDK プラスサービスルームの間取り、56.58 平米ですね。1階が2980万円で、坪単価は174万円です。続きまして E タイプ 1LDK プラスサービスルームで 56.58 平米。こちら6階が3230万円で、坪単価は188万円です。続きまして F タイプ 3LDK 61.83 平米。こちらはですね、5階が3380万円で、坪単価は180万円です。続いて B の2タイプ 3LDK 61.8 平米。5階がですね、3410万円で、坪単価は182万円。続きまして、I の2、R タイプですね。3LDK、65.92 平米。こちら6階がですね、4070万円で、坪単価は204万円です。続いて G タイプ、3LDK、61.8 平米。2階がですね、3300万円で、坪単価は176万円。続いて J、R タイプ、3LDK、66.95 平米。5階がですね、4000万円で、坪単価は197万円。続きまして H、G タイプ 3LDK、67.84 平米。1階が3660万円で、坪単価は178万円。続きまして H タイプ 3LDK、67.84 平米。3階が3620万円で、坪単価は176万円とですね。振り返りますと、こちら平均坪単価は約180万円となります。こちらですね、間取りをこう全体的に確認いたしますと、リビングの扉の位置がですね、ちょいとずるい間取りがあったりと、61平米台の 3LDK があったりと、時代を反映してるなぁと感じるものもありますけれども、共用廊下側の洋室もアウトフレームとしてできている間取りが多いというところはいいですね。扉も床も白系の住戸もありますため、そちらだとですね、より狭さを感じにくいのではないでしょうか。設備の使用に関してはディスポーザーはありませんが、食洗機はついています。トイレの手洗いカウンターはついてませんが、浴室はダウンライトです。ちょっと最近ですね、私モデルルームのトイレに行って、こう扉を開けて、まあ我が家もですね、タンク式でございますけれども、まあ、タンク式のトイレをこう目にしますとですね、あーっと内心こう思ってしまうんですけれども、あまりそういう目でですね、モデルルームは見ない方がいいなと思いながらも、ついですね、マンションマニアさんのこうブログでご紹介してますと、あ、タンク式、あ、まあタンク式を見て同じような気持ちになる人もやっぱりいるかなと思いながらも見てしまう、最近のモデルルーム訪問の近況でございました。さあ、話は戻りまして、構造につきましてはですね、二重床二重天井となっておりまして、基本の天井高は2450ミリと2500ミリになっています。なお1階については基本天井高が2700ミリと高くなります。いろいろ見比べてるとですね、2400ミリから2500ミリぐらいの差は気づかないというか、まあ言われれば確かになんとなく高いなと思われる方も多いかと思いますが、さすがに2700ミリの天井高のお部屋に入ればですね、あ、やっぱなんとなく高いなというのはお気づきいただけるのではないかと思います。それでは周辺相場を確認していきましょう。ロマージュ東岩槻2006年築東岩槻1丁目新築時の坪単価はですね、130万円で現在は約100万円。以上の相場からアンビシャス東岩槻こちらの将来価値を予想いたしますと、 G タイプ 3LDK61.8 平米のお部屋2階3300万円が新築時の価格でございますが、こちら、築10年時には2360万円と予想いたします。こちらはあくまでですね、今の相場からの予想となりますので、ご参考ということでお願いいたします。管理費に関しては、平米単価、月額約152円となっており、こちらは控えめとなっています。
駐車場につきましては全て平置きですが、設置率で見ますと約 14% と低いため、すでに埋まってしまっております。ですが、周辺には月決め駐車場もあるということですので、敷地内にこだわらなければですね、駐車場については見つかるのではないでしょうか。それでは、スムレーションのお時間に入ってまいりました。I'll be ambitious! あなたよ、冒険者よ、Be ambitious! テレ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 、もうこの物件に触れるので。Be ambitious! これはもう避けて通れないですね。はい。通れません。いやー、こちら。駅近ですね。駅近ですね。とても駅近ですが、まあ本当地元の方向けって感じでございますね。そうですね。まあ岩槻の駅前、駅近くの新築マンションと大差ない価格ですからね。うん、そうですね。あとはやっぱりこうエリアを考えると、駅からまあちょっと離れると本当2000万円台の戸建てさんとかもいらっしゃいますし、戸建てもありますしね。はい、大変だなとは思いますけどね、こういった地元系のマンションはですね。そうですね。まあまあ淡々と売っていくんだろうなと。まあ、ただ物は別にすごい悪いって感じはなかったですよね。そうですね。はい。で、駅から近いですし、はい、まあ本当にこの辺で探されてる方で賃貸からっていうところでは、まあまあ非常に動きやすいのではないかなというふうに思いますね。はい。なんか2ですね、ここでやるってのは。そうですね。はい。歯が痛いこのやり場のない痛さ、はい、やり場がございません。やり場がないですね。はい、ということで行きましょう。これは今歯の痛さを表してます。人形の吸血スムレーション、なーの、あなーの、花の、花の、絵に生ハッケーお使い、アンビシャンス、なのね。補足いたしますとですね、同じ県民として補足いたしますと、岩槻は人形の町ですね、人形作りが盛んな町でございます。西側にですね、鴻巣という場所がありますけど、鴻巣も確か人形作りで、それなりに有名な町だったと思います。まあ、西の鴻巣、東の岩槻というのは誰も言わないと思いますけれども、まあ、ちなみにそういったところに人形作りで盛んなエリアがあるということは、ぜひ覚えておいていただきたいところでございます。それでは、アーバンパークラインのスムレーションに入っていきたいと思いますが、東岩槻をですね、8時1分に出発しますと、岩槻には8時4分到着。ここからですね、大宮には8時18分の到着となっています。これが大宮方向ですね。逆方向、柏に向かうとどうなるかということでございますが、東岩槻を8時2分に出発いたしますと、春日部には8時9分、野田市にはですね、8時33分、まあ、少し飛ばしますけれども、流山大高の森には8時46分、柏には8時53分の到着となります。まあ、私も初めてですね、ちょっと路線をよくわからないかった時に、大宮からですね、柏までこの東武野田線に乗ったことが一度だけ過去にあったんですけれども、まあ、それはそれはなかなか遠くてですね、まあ、その時、まあ、都内に住んでましたので、なかなかのどかな雰囲気のする場所をですね、それなりの時間こう電車に乗って、なかなか着かないな、柏ってどこかなって思いながらですね、行った記憶がある。まあ、そんな個人的には懐かしのアーバンパークラインでございますけれども、まあ、移動する場所としてはですね、大宮から柏まで行くわけですから、まあ、他にそういうルートを、こう、あのルートで通る路線はないですので、まあ、そういった意味ではですね、沿線住民の方にとっては非常にこう生活の便としては不可欠な路線ですよね。それでは物件周辺の情報に戻りまして、通学校はですね、上里小学校で徒歩11分、川通中学校で約 2.5 キロと距離があるというのはですね、ファミリー層にとっては懸念材料となってしまうのではないでしょうか。お近くにですね、私立ですが、海智学園中高一貫部がございますが、
ちら東岩槻駅からですと徒歩15分と、スクールバスも走っているという情報でございました。反対口なんですけれども、西友の東岩槻店、こちらの跡地にはディスカウントストアのダイレックスができる予定でございまして、こちらは2020年3月24日のオープンを予定しております。それでは総評です。駅前であるというのはございますが、都心直通の春日部と、大差ない単価となっていますから、こちらはやはり先ほどマンションマニアさんもおっしゃってましたけれども、地元需要のマンションになりますね。周辺の賃貸に住まう方からすると、61平米の 3LDK でも狭いとはなりにくいですし、表面上の価格としては手が届きやすいものとなっています。住環境は異なるものの、岩槻駅近くでですね、供給中のサンクレイドリー岩槻ステーションウィズ、こちらが坪単価175万円ほどとなっていますから、住宅街にこだわらないというのであれば、そちらの方が魅力に感じるでしょうけれども、こちらのアンビシャス東岩槻はですね、マイナー駅ではあるものの、駅地下の住宅街立地というのが売りとなっていますから、その意味では差別化はできております。それでは、今回ご紹介した、Be Ambitious 東岩槻、こちらいかがでしたでしょうか。間違えました。アンビシャス東岩槻、こちらが正式名称となります。行ったことのない方でですね、急にこちらのモデルルームを突然訪問するということはないかもしれませんけれども、例えば価格であったりと駅地下の魅力を感じたいということでございましたら、一度ぜひですねモデルルームに訪問いただくとよろしいのではないでしょうか。もうすでにですね竣工済みということもございますし、ルーフバルコニーがついている物件というのもそう多くはございませんので、そういったところでですね、住みたいなと、検討したいなという方にとっては、検討候補の一つとなるのではないでしょうか。それではですね、2020年も引き続き、マンションカウンター、ご相談受けたまっておりますので、こちら、海浜幕張店、そして月島店、豊洲店、日本橋店、各店舗にですね、相談員おりますし、私の場合は、ピポットのようにですね、各店舗で、ご相談を受けたまわることもしておりますのでですね、ぜひぜひご相談ご検討いただければと思います。やはりですね、年が明けまして少し落ち着いてまいりましたので、メールのご相談でございましたり、個別面談のお問い合わせというのが増えております。先の方からですね、徐々に日程の都合等をつけさせていただいておりますので、ご検討の方はなるべくお早めにですね、お声掛けいただければお待ちしております。それではまた皆さんお会いいたしましょう。メロンパン、メロンパン、ウルトラマン。今日ですね、某地域のモデルルーム訪問に行ってきたわけですけれども、それなりに車通りの多い、人通りの多い、自転車の通りの多い、ところでこの格好でですね、動画を撮ってきたんですけれども、今日初めてですね、自転車に乗ったおばあさんから、あんたそんな格好で何やってるの?というふうにこう言われたんですけれども、笑顔で、ちょっと仕事で、はぁ、っつったら、大変ねって言って走り去っていきました。そんな、ドクター森野でございました。それではまた皆さん、お会いいたしましょう。さようなら。